香川県気香川プロスポーツクラブ連絡協議会は、香川県をホームタウンとして活動している、プロアマスポーツ競技団体の連携機関である。特定非営利活動法人鎌玉アレスポーツクラブが、発起人となって各クラブに連携の強化を呼びかけ、バレーボールの四国 AT8 クイーン、野球の香川オリーブガイナーズ、サッカーの鎌玉アレザ抜き、 バスケットボールの高松ファイブアローズ、アイスホッケーの香川アイスフェローズが参加して2007年2月5日に発足した。地域密着を共通理念にイベント共催、観客促進事業、行政機関等との交渉などを横断的に活動していくことを目的とする。ケーブルメディア四国にて応援番組、スポコロを放送するほか、スポーツ教室やファン参加型のイベントなどを 開催している。所属クラブ共通回数券を発見したこともあった。2015年現在は、以前案内されていた、連絡競技会名でのウェブサイトやブログは、閉鎖されており、クラブチームを支援するボランティア、地域密着型スポーツチーム応援団スポサポカ川の、ウェブサイトが開設されている。高松天満屋は2014年3月限りで、閉店となり、 2015年時点の事務所は高松市国分寺町に所在していた。その後再度の移転により、2017年時点では高松市天神前であった。2010年に香川県庁が実施した地域密着型スポーツチームについての県政世論調査では、92%がいずれかのチームを知っているものの、実際に感染した経験があるのは27.8%に、 とどまっているという結果であった。認知度、感染経験とも香川オリーブガイナーズがトップで2位と3位は、かまたまあれさぬきと高松ファイブアローズ、以下四国88クイーン、香川アイスフェローズの順であった。ありがとうございます。